チャンネル。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。初の外ロケです。はい、5ヶ月目にして初めて外出ました。初めてです。ちなみに今、はい、有楽町の駅を参ります、はい、けども、はい、今日はですね、あのなんと、はい、登録者が20万人。ありがとうございます。すごいよ、すごいぞ。いや、20万人の方が登録してくれてる。ありがたいですね。嬉しいですね、本当。まあ、ここまで早かったですね、はい、早かったですね、はいはい、だってまだね、半年ぐらいでしょ。そうです、8月7日はい、から始めて、で、まあ、ね、そんなにちょっとありましたけど、はい、9、10、11、4ヶ月ですよ。え、8、9、そう、そうですね、だいたい、まあ、4、5ヶ月か、はい、はい、で、20万人、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どうですか、皆さん楽しんでもらえてますか。そうです、楽しんでいただいてるからこんだけ ね、増えたってことですもんね。だから、まあ、2020年は、うん、50万人行きたいですね。はい、そうです。一気に50万幅広く野球ファン、もしくは野球ファンじゃない人にも、うんうん、さらに楽しんでもらおうということで、はい、今日外ロケです。はい、あの高川さん、なんか違和感ないですか、はい、違和感、違和感、あ、佐藤さんが洋服着てる、あ、洋服着てるんだ。どうしよう、長袖の服を着てる。さすがに、はい、外、はい、ポルシャツ、さすが寒いです。いや、だってもう12月ですから。さすがに、あの袖、はい、ありでいいでしょ。いいです、いいです。あの、これ佐藤さんのこのポロシャツめちゃくちゃ気持ちいいんですよ。バカでしょ、バカ、あ、ポロシャツだからバカ。私ダメだ、なんかちょっと今日語彙力が変だな。外ロケだから。どうしてですか。いや、やっぱりね、外ロケっていうのは楽しいんですよ。ちなみにこの外のパーカーは、はい、ハイトリストっていうゴルフ、はい、へー、このパーカーは、はい、あの、何だっけな、はい、あ、見たことある、これなんか、はい、あれです、はい、忘れちゃった、忘れちゃった、じゃあテロップ出しておきましょう、はい、そうですね、はい、あの、お互いやつです。あの、はい、今日はですね、はい、あの、登録者数20万人を記念してですね、はい、今12月じゃないですか、はい、ファンに還元しようということで、うん、おー、年末ジャンボ宝くじをこれから買いに行こうと。おー、いや、もう本当大還元祭りですね。あ、そんで、はい、当たった当選金を皆さんに還元しよう、はい、全部は、はい、あの、みんなで出し合ったお金じゃないですか、はい、僕も高川さんもみんなで出し合った、はい、いや、そうです、みんなでお金で合わせて、はい、なんと10万円あります。はい、いや、私は結構あれですよ、苦しいんですよ、はい、10万円を出し合って、はい、みんなで買いに行くんで、はい、やっぱり万が一10億円当たった時に、さすがに全部はあれなんで、はい、いや、そうですね、あの、配分決めます。はい、3対3対3対1です。え、3対3対、あ、スタッフ3、3、はい、で、1、1、はい、1、だから10億円当たったら3億、3億、3億、1億です。1億、はい、夢ありますね。はい、まあ、あの、もう東京ドーム貸し切れますよね。はい、え、10億私たちが当たったら皆さんに1億いくんですよ。還元祭りです。すごい、ね、あの、前澤さんに負けないように、はい、はい、前澤さんもね、そうですね、はい、1億円でしたっけ、はい、なんか還元、なんかやってましたね、ね、100万円ずつで、まあ、負けないように、3億、3億、3億、1億です。はい、いや、ただですよ、はい、あの、1000円しか当たらなかったらどうするんですか。いやいや、あの、10万円買うんで、はい、1万円はまあまあ返ってくる計算なんですよね。あの、1割は、はい、あの、絶対300円が当たるんで。ああ、そっか、はい、だから、あの、あんまりも少なかったらどこかに寄付します、はい、あ、そうしましょう、はい、じゃあ、もしかしたら1割ってことは1万円当たる可能性はある、はい、まあ、当たった場合、もし何かのね、はい、1名様に何かをプレゼントするっていうことも考えられますし、そうですね、はい、あと、これはですね、あの、今が買いに行く前、はい、で、当選番号が発表されて、はい、で、当選金が確定したときに、うん、これ今ね、前編です。はい、前編後編で、キーワードを2つ出すんで、はい、そのキーワードを2つ知った上で登録です。はい、あの、何らかの方法をこれから考えるんで、あの、まあ、皆さんに キーワードを前編後編で出すんで、はい、それを書いてもらって、はい、で、それが当選者の当たる権利です。はいはい、これどうします、コメント欄に見てない見てる人がコメン、はい、キーワードはこれとこれだよってバラしちゃったらどうしますか。それも最悪ですよね、はい、だってバラしちゃったら、はい、あなたの当選確率下げちゃいますよ、はい、あ、そうか、はい、あ、そうだ、僕らは、はい、多くの人に宣伝してもらいたいんですけど、はい、え、皆さんは、はい、あんまり過度に宣伝されると、はい、あの、当選確率下がっちゃいますよっていうね。あ、そうですね、コメント欄にある、はい、あの、本編内容知りたい方は何時
何分何秒後から始まりますみたいなのを書いちゃうと、はい、バラしちゃったらね、そうしますよっていうね、うん、そう、まあそれはいいかもしれないんですけどね、まあまあまあ、でもこれ前編ですから、はい、まあ、当たるかどうかは年末の当選発表を見て、うん、で、年明けです、はい、あのいつ出るかわからないんで、はい、皆さん見過ごさないでくださいよ。そうですね、はい、あの時間制限もあるんで、うん、あのエンドレスでやんないんで、はい、あの当選者発表も、うん、あの大体7時15分ぐらいに、はい、動画が更新されるじゃないですか、はい、ってなると、うん、あのその動画が更新された時の制限時間は8時半までです、はい、おー、じゃあ1時間およそ15分しかないと。そうですね、だからまあ15分ぐらい動画見てもらって、その後1時間の間の猶予がありますけど、はい、その時間をオーバーしてしまうと、はい、もう資格ないです。おー、なるほど。毎日チェックしないと。そうですね。じゃあこれから買いに行きます。はい、ください、みんなで集めてもらいきましょう。おー、まあね、ちょっと佐藤さんね、見慣れてるかもしれないですけどね、いや、いいですね、はい、諭吉がこんだけ10人いるっていうのは。諭吉が10人、はい、当たったら、はい、諭吉が10億人16人だよ、諭吉が16人今は諭吉が10人ですけど、10人、諭吉が10億人です。億倍になる。いや、ありますから、ありますね。じゃあちょっと買いに行きましょう、行きましょう、よし、やばいっすね。いや、夢広がりますね。諭吉10億人、10億人、はマックス10億なんでしたっけ。いや、皆さんも買った方がいいですよ。で、うん、3000円でも、はい、1枚でも、はい、ね、うん、エントリーしないと当たらない、はい、エントリーしたら、うん、少なからず当たる確率があるけど、はいはい、そう考えると、うん、買わなきゃ、買わなきゃですね。どうせ当たらへんやろって言ってる人、はい、買わなかったら一生当たんないですから、ね、うん、そうですね、どうせ当たんないやろ、もう買わなかったら絶対当たんない。そうそうそう、よし、もう夢を買いに行きましょう、買いに行きましょう。10億人の諭吉をね、はい、手にするためにいくら買えますか。3万円買いますよ。で、3万円で、はい、高間さん1万円、好きな番号から、はい、で、俺が1万円で、スタッフの人1万円で、あの好きな番号で、はい、連番2組、まだ1組1万円分買ってきましたけど、はい、あの個人的に買ってきました僕、はい、あ、自分の、前自分のやつも1万円分買いましたけど、はい、あのこれ1万円分、はい、あのバラ1組、うん、連番2組です。はい、私もバラ2組と、あ、連番2組とバラを13枚、はい、はい、なりました、はい、で、あ、スタッフさんのも、まあ、これがやっぱ3万円分ですね。これ3万円分、これ100円お釣りきました。100円、まだ合わせて最後に買いました、はい、そうですね、はい、でこれをとりあえずここに入れて、はい、だから3万円分、はい、まだあと6万円分、はい、7万円ありますから、はい、じゃあそれもどんどん買ってきましょう。どんどん買ってきましょう、行きましょう。バラです。はい、はい、自分で選べるからいいですよね。ありがとうございます。いや、だからその分自分の責任感みたいな。いや、そっか、どうしようかな。そうか、連番だから全部お知り合い9なんですよね。0から9まで、ここは、はい、全部入ってるんですよ、はい、そうですよね、はい、じゃあ、ま、ここの番号とかですかね。ここが1とか16とか、はい、そうですね、はい、あの銀座に幅広く進出して、はい、広範囲の中で買っていくっていう ね、 そうですね、はい、先ほどは有楽町でしたけど、はい、もういろんなところで買います、はいはい、もういろんなところでバラバラで買いますから、ね、はい、これからあの、はい、ダイジェスト貼りますけど、はい、あの東京駅にも行くかも分かんないし、はい、いろんなところで買って、はい、とにかく10万円分買います。はい、はい、買いました。今も売り場もいっぱいありますからね。はい、はい、なんか選べるところもあるんですね、自分で、ね、そうですね、いいっすね、はい、はい、面白いですね。自分の運がたね、試されますけどね。自分になんか責任がのしかかってくる、このなんか重みがありますよ。そうですね、じゃあ次のところ行きましょう、はい、行きましょう、はい、どんどん買いましょう。はい、連番1組、バラ2組、バラが2つ、連番1組、はい、はい、ありがとうございます。はい、ということで、はい、10万円分を、はい、あの東京のあちらこちらに行って、はい、まあ、スタートは有楽町でしたけど、はい、あちらこちらに行って買ってきました、はい、いろんな売り場から。いや、結構な厚みですよ。で、連番1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、私これで連番10組です。だ22組、はい、お、いい数字ですね。いいですね、はい、で、バラが1、2、3、4、5、6、7、8、9組、はい、でプラスこのね、ちょっと端数で買ったやつが数組ありますけど、はいはい、これです。
や、キャラすごくないですかこれ。初めて見たこんなの。いや、私もです。こんな買ったことないですもん。これでね、もう10億円が当たっちゃったということで。はい、そうですね。はい、あとちなみにですね、はい、自分のお金のプライベート用で3組買ってます。はい、おー。これで、はい、ゆきちが10億人になるかもしれない。はい、10億人じゃないですよね。あ、10万人ですよね。丸を、あ、そう、よ、丸4つ引かないといけないですね。なんか浮かれちゃってね、はい、10億人って言っちゃって、はい、なんか10億人だと100兆ぐらいになるんだって。すいません。確かに。浮かれすぎてすいません。はい、いやでもね、宝くじってこの浮かれる感じがやっぱりいいんですよ。夢ありますね。夢ありますよ。10億円当たったら、3億、3億、3億、1億。はい、おー、皆さんにも1億いくわけですからね。いやー、はい、当選が。いやー、はい、ちょっとこれ、もし10億当たったらですよ。佐藤さん、何します？そうっすね。3億手元に入るわけですよ。一気にドーンって。ねえ、はい。しかも税金かかんない。そしたら3億でしょ。はい、僕今43歳だから、はい、あと40年は生きると思うんで、はい、毎年800万ずつ使います。おお。そしたら3億2000万で大体3億円になるんで。はい。なんか、もっとなんか買うとかないんですか？いや、もう持ってるんでね、思いつかないんですよ。いや、ちょっと思いつかないですね。いや、だって私今3億円入ったらもう絶対これってありますよ。何それ？でも、1億5000万円ぐらいの超高級マンションを一括で買います。どこら辺、地区どこら辺がいいですか？どこがいいかな？何区やっぱ港区じゃないですか。港区で。で、あとの1億、私3億なんで1億5000万で買って、1億貯金、はい、5000万はブランド物とかめっちゃ買う。で、超高級お寿司とか食べまくる。超えるなら、ね、はい、食べてもね、はい、なくならないっすね。なくならないですね。うわ、なんて幸せなんだろう。皆さんにもね、はい、ちゃんと当たったら還元するようにシステムをね、はい、考えてやりますから、はい、いつ当たるか交互期待、はい、じゃあちょっとキーワード、はい、何にします？ね、まず今日一つ目のキーワードは、はい、ゆきちが10億人です。次のキーワードは、はい、当選者発表の時に発表するんで、はい、でこの前後のキーワードをつけて、はい、応募方法はまた当選のね、はい、動画を撮った時にやりますんで、はい、皆さん交互期待、はい、当たった時の夢を見ましょう。はい、コメント欄にキーワード書かない方がいいですよ。